相手のファイル。スーパーウェルター級まで駆け上がり、生きる伝説となったマニー・パッキャオが初めて世界挑戦したのは、スーパーウェルター級より9階級下のフライ級で、王者はチャッチャイ・ダッチボーイ・ジムでした。王者チャッチャイはユーリから王座を奪ったテクニシャンで、当時19歳の荒削りだったパッキャオを翻弄し、優位に試合を進めていきました。この頃のパッキャオは力任せのパワーファイターで、攻撃の幅が少なく防御が稚拙だったので、ジョー小泉さんにマネージャー契約を断られたようです。ジョーさんに捨てられた赤のトランク、マニー・パッキャオ、まあ、捨てたわけじゃないんですけど話し合ったんですけど、私は断ったんですね、練習を見て。後に世界6階級制覇を成し遂げるパッキャオは、パンチをもらいながらも前進を続け、第8ラウンドについに左強打を炸裂させ、王者を沈めました。マーロン・タパレスは大森選手との WBO 世界バンタム級挑戦者決定戦に勝利し、敵地タイで WBO 世界バンタム級王者プルーアン・ソーシンユーに挑戦しました。タパレスはサウスポーから有効打を放ちますが、王者プルーアンは多少の被弾をものともせず、プレッシャーをかけてタパレスを追っていく展開となり、第5ラウンドにボディ攻撃でダウンを奪いました。続く第6ラウンド、ダウンを奪った王者プルーアンは打ち疲れて失速し、タパレスがよみがえり後半劇を敢行し、プルーアンを追い込みました。その後一進一退の攻防が続きましたが、挑戦者タパレスが第11ラウンドに飛び込んで右フックを叩きつけ、ボディ攻撃から左ストレートを放ち、王者を沈めました。ボクシング一家に生まれたドディボーイ・ペナロサはポリオの後遺症で耳と片足が不自由な体ですが、障害を乗り越えて IBF 世界ライトフライ級王者になり、1984年5月に敵地韓国でキム・チェヒョンと初防衛戦を行いました。ドディボーイ・ペナロサは父のカール・ペナロサと弟のジョナサン・ペナルサとジェリー・ペナルサもプロボクサーで、フィリピンでは有名なボクシング一家に育ち、足が不自由な長男のドディボーイも必然的にボクシングを始め、左構えから高速連打を放ち、ここまで13勝無敗の戦績を誇っておりました。
挑戦者のキムはコリアンファイターですが、王者ペナルファの攻撃力に腰が引け、ドジボーイペナルファはボディ攻撃から右フックを返しダウンを奪い、再開後20発近い連打でめった打ちしたところ、セコンドがタオルを投げ入れ、一方的な戦いに終止符を打ちました。1987年2月にドデボーイは2階級制覇を狙い、敵地韓国で IBF 世界フライ級王座に挑戦しました。ペナルファはここまで5人の韓国人と戦い、全て圧勝していたので、試合前から数々の嫌がらせがある敵地韓国に自信満々に乗り込みました。王者シンはこの試合が41戦目のベテランで、37勝中 22KO を誇る攻撃力が高い王者ですが、ペナルファの攻撃力はさらに上を行き、序盤から王者を圧倒し、第5ラウンドに約30発の高速連打を敢行し、王者を倒しました。動きはそんなに派手な動きしないんですけど、相手の J リーペナルファは1997年2月に川島博史選手のアンタッチャブルと言われた防御を打ち破って王座を奪取し、その9ヶ月後チョ・ヨンジュとの2度目の防衛戦で敵地韓国に乗り込みましたが、初回不用意に右フックを被弾し、ダウンを喫しました。なんとチャンピオンがダウン。J リーペナルファは、元世界2階級制覇王者、ドデボーイペナルファの弟で、25歳ながら、すでに40歳のキャリアを持ち、攻撃、防御、ともに高い水準の世界王者で、ダウンを奪われましたが、その後挑戦者のパンチを見切り、相手のパンチをもらわず、一方的に試合を支配しました。挑戦者のチョは上の階級から落としたこともあり、がっちりした体格でかなり頑丈なのですが、ペナルファの高速連打や多彩なコンビネーションパンチをもらい続け、ダメージが蓄積していきました。さあ、頑張ります。挑戦者。挑戦者は足を踏んでプッシュするなど反則を試みますが、王者ペナルファはいつでも倒せると余裕を持ち、無駄打ちをせず挑戦者を弱らせていき、第10ラウンドにボディーブローで倒しました。はい、順っていうのは、後ろが未知数ですからね。
小泉さんが大体何ラウンドぐらいを予想されますか。いやこれは渡辺選手は実力差がありすぎるからか、この試合でも一方的な展開となり、初回に右フックで、第2ラウンドには左ストレートでダウンを奪いました。起き上がった挑戦者に対し落ち着いて連打を浴びせ、挑戦者の反撃も簡単に防御し、カウンターの右フックでこの試合3度目のダウンを奪いました。25勝17KO1敗の渡辺選手に唯一黒星をつけたキム・チョルホはユン・ソクハンのセコンドにつきましたが、キム・チョルホのアドバイスも虚しく、渡辺選手は次々とダウンを奪っていきました。渡辺選手が6度目のダウンを奪ったところで、ユン・ソクハンは失神しました。